ポケットモンスター、アナカラーダークネス。お三家ポケモン、君はどのポケモンを選ぶ？ダーマ・デュポイス。闇文明、ニコスト、パワーが8000。マフィー・ギャング、魔道具。ダブルブレイカー。出た時、自分のクリーチャーを2体破壊する。その後、相手は自身のクリーチャーを1体選び破壊する。現在は水闇自然ハンデスに採用されています。このデッキ、手札破壊やメタクリーチャー展開は得意なのですが、時々細かい盤面除去が必要になったりします。ダークネスやダムドを使うには、少々コスパが悪い時に、素出し、あるいはパラドキシカルファクトリーでこいつを蘇生して、コスパよく盤面処理を行うというのが狙いですね。一応魔道具なのでその手のデッキに入ったりダブルブレイカーとして運用することもないこともないですが、基本的に現在はハンデスで使われています。他にも互換版が存在し、学校男スペック自体はドゥポイスと完全に同じですが、え、もしかして魔道具デッキと思わせられる点で僕はドゥポイスを優先しがち。天使と悪魔の分母ケアになっているので複数枚採用する際は必ず分けるようにしましょう。そして最近登場した高2弁天、こちらは破壊のコストに魂ども含めることができ、知らず式の風などを採用した構築であれば破壊したくないメタクリーチャーを巻き込まずにアドバンテージを取れるので一番優秀と言えます。あとビジュアルが可愛いとチアリさんが激推ししていました。以上ハンデス次回シリーズ御三家の紹介でした。いずれも直近に収録があるカードなのでお値段は心配無用。コスパよく盤面を処理していきましょう。皆さんはどのポケモン元いクリーチャーを選びますでしょうか。まあ僕はね、ドゥポイズにお世話になってるとはいえ、実は学校とこが一番好きだったりします。ぜひコメントで教えてください。それではまた次回のカード解説でお会いしましょう。